あ、どうも。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お久しぶりです。どうもご無沙汰しております。はい、知り合い。いや、これはほら、もうオートサロンだったじゃん。あ、そうだ。そうだ。そうなんですよ。オートサロンであのお会いしまして。有坂さん。有坂さん、本当そうだ。もう土屋さんもね、こういう人間なんですよ。人のことなんかね、もう次の日忘れてるタイプなんですよ。毎日いろんなメーカー行っての候補者が出てきて乗ってるからね、わけわかんなくなって。どうぞ、どうぞ。僕はね、有坂さんのことよく覚えてる。あ、もう聞いてもないことをペラ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 俺もうね、俺そんなに別にステップワゴンの知識なんか知りたくないよって言うの。いや、テニーさん、今回私やりましたよ。もう今までの本当ひっくり返してましたからって。もうね、偉そうにペラ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 喋ってましたから。そう、うん、だからよっぽどこう愛があるんだ。愛が、うん、そう、あのね、あと自分の中で今回はよっぽど自信作。なるほど、はい、ということで今回はですね、はい、その有坂さん、野々村さんをゲストに迎えまして、はい、ファミリーに大人気ホンダのミニバンを徹底解剖していきたいと思います。いいですね。よろしくお願いします。ではですね、はい、現在ホンダさんで発売されているミニバン、こちらの3つです。わ、はい、はい、ステップワゴン、フリード、オデッセイ、はい、ありますけれども、まずオデッセイから参りましょうか、ね、はい、昨年の12月で生産終了となったわけですけれども、うん、まずその理由をお聞きしてみます。そうだよね。そうですね、あの狭山工場という工場でオデッセイ作っていたんですけども、こちらの工場が閉鎖することになりまして、うん、それに伴いましてラインナップを なんかやっちゃったの。いや、決してそんなことないんです。あの新しい工場でよりいい車を作っていこうという考えがありまして、そのタイミングであのラインナップを一度見直しまして、弊社の中で。その時にあの残念ながらオデッセイはあのそのラインナップからなくなるという判断をさせていただきました。オデッセイって要は背の低いミニバンという捉え方でいいですか。そうですね、はい、床が低くて、うん、背も低い。そうですね、はい、でも室内はしっかりと広いという。あのよくね、ほらあのなんか立体駐車場ってあるでしょ。普通のワンボックスカーとかミニバンってなかなか入りにくいんだけども、このオデッセイって入ったんで、当時やっぱ初代なんかは画期的でしたよね。かっこいいなんかね、ミニバンっていう形で。そうですね、特にそれで立体駐車場に3台目から入れるようにしまして、うん、それでちょっと背を下げたんですね。なんでなくなっちゃうんだろうね、もったいないよね。そうですね、我々もいろいろこう考えてはいたんですけども、いや、私初代買いました。俺ずっとオデッセイ初代から乗ってますよ。そうですね、はい、いや、だから日本人が天井が低いのは嫌だって言い出したんですよ、ある時から。あ、そう、うん、これがものすごい変な話で、どんなやつがいるの。例えばパン、洋服なんかもそうだと思うんですけど、細いパンツが流行ってでタイトな洋服がある時、いや、もういい、もうベルトいらない、紐ゴムっていうのと一緒で、ちょっとスレンダーなこういう車をなかなか大衆の人たちが、一般の方が受け入れなくなってきたっていう、これね、いいようで日本人が怠惰になってるっていうところも実はあるんですよね。だって3代目なんかバカ売れしましたよ、うん。でもなんかシャープでかっこよくて、そうなんですよ、うん、で乗り降りがセダンみたいで、でもなんか今もっとなんかね、大は小を兼ねるじゃないけど、もうちょっと背が高いと、うん、で中で歩けるとかってなんか、うんうん、話が違くなってきちゃってるんですよ。中で着替えられるっていうのがね、うん、そういうのありますよね、子供があります。そういうなんか欲望が先に来ちゃって、おしゃれに見せるとかかっこいいなんか、うん、ライフスタイルよりもこっち側が優先したんですかね、うん、これ。そうですね、実用性がどんどんあの重要視されるようになってきて、うん、それでこういう形になってきたんだと思いますね。そうですね、ちょっとフリード売れてますよね、うん、いや、ちょっとフリード見せてもらいますか。フリード売れてますよ、これ。そうですね、はい、いや、この大きさがいいんですよ。フリードはね、奇跡の車です。私、初代買いました。え、初代持ってます。初代のはいいですよね。有坂さんは一体何をやってたんですか。いや、でもね、有坂さんはセンスいいですよ。あの初代フリードって、この実はフリードスパイクっていうのもあって、はい、フリードスパイクっていうとキャンプにすごくいいんですよ。後ろがフルフラットになって、二重になっていて、荷物は下に積んで、はい、で、僕も初代買おうかなと思っていて、ハイブリッドが出たんですよ、はい、晩年。それはなんか、まあ、なんちゃってハイブリッドだったんで、あの2代目だったらいいの出るなと思ったら、相変わらず2代目もなんちゃってハイブリッドで、本当だよ、本当だよ、常にね、
なんちゃってと本物と何が違うんですか。それちょっと有田さんに聞いてみましょう。ちょっと待ってください、ね、その辺は何が違うんですか。何が違う、なんちゃってはどうなんですか。なんちゃってってあれ直結なんですよね。そうですね、あのモーターとエンジンが直結になってんですね、はいはい、それに対してあの今のっていうのはそれが分割してモーターだけで回る EV 走行ができるようになってる、はい、そこが大きな違いだと思います、ね、だからもう遅れてきたね、ホンダはなんちゃってハイブリッドでなんかイメージチェンジしようと思ったんですけどもみんな知ってるからそれの事情なんだよこれなんちゃってじゃんっつって、うんうん、そういうのをフリードファンはみんな知ってたんですよね、うん、ただフリードはね特に主題も、まあ、2台もそうですけど本当にいい車です。うん、もう本当にもうなんか今見ても初代なんか走ってくると後ろ姿なんかね馬車みたいですよね。あのこうちょっとこういうふうに、ん、シルクハットの上みたいな感じで絶妙なんですよあのデザイン。でこう上が大きくなってて下がちょっと絞り込んでて、本当にこれ天才だなと思ったんですよ。でもこの大きさはいいですよ、うん、もう使い勝手もいいし、うん、本当に四隅分かりやすいしね、うん、で室内もそこそこ広いんですよ。だからね、これはやっぱり売れるわけですよ、うん、ありがとうございます、ね、で、有坂さんはステップなんですよね。そうそうグリードで引っ張ったけど有坂さんはステップなんです。いやでもね、この辺からホンダはどんどん変わってきたんですけどね、はい、いきますか、はい、もうステップグ、はい、あ、もうでもあれですね、これ6代目なんですよね、うん、この6代目が間もなく出るっていう現行のもうで今の現行ですね、はい、はい、これは有坂さんはいつからこうステップの開発になってるんですか。結構時間かかっているんですよ。あ、そうなんですか。あの企画をしてからですね、うん、早ん何年っていう感じですね。有坂さんはこれ何代から何代目から。私はもうあの今回の6代目のみをやっております。え、それまではじゃあ有坂さんはどこのポジションですか。私実はあのずっとあのタイにおりまして、はい、タイであの車開発してました。アジア向けの車を専用に、はいはい、へ、でそれで日本に帰ってきて、まあ、あのアジアの方でも私あの3列の車を作ってたんですね、うん、でそれで、まあ、アジアの人たち向けの3列を作って今度は日本に帰ってきて日本人向けの3列の車という形でこいつをこの車を開発するようになりました。ガラッと変えましたよね。確かに顔変わった感じしますね。いや顔がガラッと変わったね、うん、もうこれ最初からもうあのお願いしてデザイナーさんたちにお願いしていたのがありまして、ええとにかくあのベルトラインですね、ベルトラインをちょっと高い位置に持ってきて、うん、ベルトラインっていうのはあのドアのところですか。ドア の, あの窓との見切りのところですね、はい、ここをあの先代たちと比べるとちょっともう高くしてるんですね、うん、はい、初代2代目あったんですけれどもあの一番後ろのデーピラーはい、デーピラーとあの一番後ろのピラーですね、ここのピラー、これをやはり復活させたいという話と、うん、一番前のフロントのピラーなんですけど、こいつをもっと引いて、それで視界も良くしたいと、それでボンネットをしっかりさせたいと、うん、これをもう本当はあのデザイナーさせる、しっかりさせる、ボンネット、フロントを、うん、やはりあの見やすいってことですね。見やすいのと同時に安心感がある、うん、あのやはりフロントがないと、なんとなくあのぶつかった時なんか潰れちゃうようなそんな雰囲気があるのに対してしっかりとしたフロントがあるとやはり安心感が伝わるだろうなということもありまして、そこをしっかりさせたいというようなお願いをして、これデザインがスタートしましたね。だけどこのデザインはチャレンジャーですよ。今だって世の中はオラオラ系のカーが多いの、日産もトヨタも、そこをシンプルにすっきりしちゃったの、ホンダだけ。これって本当こんなこと聞いていいのか分からないんですけど、はい、あの有坂さん6代目を開発担当されたってことじゃないですか、はい、でまあ、初代からずっと開発されてたって言ったらなんかこの子はこんな、この子はこんなっていうそれぞれあると思うんですけど、6代目はじゃあ俺の感じ出すみたいなのってあるんですか。というかですね、まあ、あのそもそもやはり初代2代目っていうのが売れていたっていうので、なんで売れてたんだろうっていうところは考えました、もちろん。なんで売れてたんですか。やはりですね、本当にあの使い勝手とかお客さんが欲しがっているものっていうんですか、そういうところをそのまんま表現していたのが最初の頃だなっていうふうに感じまして、うん、なのでそこはあの今回とにかくあのミニバン、まあ、私たちはミニバン基本価値って呼んでたんですけれども、そこを今回は突き詰めましょうというのでこの開発、この車を作りました。いや室内がすごく居心地がいい車、
こうやって座ってここにドリンクホルダーがあってここにもドリンクホルダーがあって物が置けてでテーブルがついててそこで仕事ができて携帯も置けてっていうもうイタリアに着いてこの状態でこのテーブルドリンクホルダー全部こうやって起き上がらなくてもいい、そのくらい本当に居心地のいい車。でももう一つ言うとアルファードとか、はい、ベルファーレとかっていうのは好きな人もいるけどもあのなんかやらしさみたいなのあるじゃないですか。あのそれをね、はい、なんかちょっとあれやだよなっていうか、うん、なんかわかんないけどちょっとなんか新宿っぽいなとかねちょっと夜の匂いがするなっていういやでもねあるんですよ。いや、まあ、そういう匂いのする車であれもちょっと勘弁してよ、うん、もうちょっとそれこそねあのなんか爽やかな車がワンボックスカー欲しいって言ったって当然いるわけだから、うん、そうなるとステップアップ、まあ、もちろん車格が違って実際はノーバとかそっちの方になると思うんですけども、そういうふうにちょっとくどいのは拒否しようって気持ちは当然あったんじゃないかと思うんですか。これはもう本当にお客様の選択肢を広げる、うん、やはりあの絶対にそのシンプルなものを求めている方々もいるはずだという方々もしっかりとその人たちをキャッチしたい、うん、でやはりあの仕方が選択肢を本当に広げたっていうふうに思っていただければなと思いますね、うん、都会的な方はよろしかったシンプルな方ですこれあれですか例えばあのマーケティングしますよね、はい、例えば女性、まあ、今ほら指導権って意外と奥様とか、はい、といろんな方にインタビューっていうかかなりやりました。どういうふうにやるんですかね。あのまずですねそのこのミニバン購入意向者っていう方々を集めましてその人たちといろいろ話をしてその最初いろんなデザイン書いてどうどうどうとかそういうのもやったんですよ。でその時私本当はあのワーゲンのミニバス、うん、タイプ2ですか、ね、昔のああいうようなのがいいかなと思ったんですけどあそこまで丸いと意外とみんな拒否るんですね。それであそこまで行っちゃいけないんだっていうことでやはりあの箱に見えるけれどもシンプルである、うん、でそのシンプルでシンプルじゃないっていうのはこれもやはりあのちょっとインターネット調査とかもやりましてそうすると大体3割ぐらいの方はシンプルなものを望むというような結果も出ておりましてなのでまあその辺をちゃんとお客様に提供できるようなものをしっかりと自分たちで作っていきましょうという気持ちでこれはデザインしていきました。あの今ワーゲン言いましたけど、はい、ワーゲンの電気自動車のタイプ2は、はい、初代の、ね、タイプ2にちょっと近いですよね、はい、あれもすごくシンプルでどっちかというとあっちの方が僕はよりなんかかっこいいなって思ったんですけど、いやもう、ね、そう思ったんですけどね意外とねあのいろいろとそのアンケートっていうか調査するとあちょっとそうはやはり四角箱じゃないとダメなのかなってその時は思いますそれは逆に、お客さんに合わせなくてよかったんじゃないですか、ね、そしたら売れないじゃないですか。いやでも、ね、確かにほらお客さんは見たことないものに対して分かれないんですよ。だけどこれは結構俺チャレンジャーだと思いましたよ。かなり勝負しましたよ。いやだって世の中が本当にオラオラ系の顔でゴージャスな顔にすれば売れるっていう今時代なわけ、うんうんうん、そうですね。それに逆らってるわけよこれ6代目、うん、これ本当売れてほしいし、うん、いやすごくこれチャレンジしてますよね。いや今回そうなんですよその、あの6代目のこのステップワゴンを持ってきていただいているということなので、うん、すごいいいじゃない。見ていきたいと思います。まだ車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。